こんにちは。非公式関門観光大使のひろゆき Z です。今日はですね、ドライブ動画、門司港駅付近に来てます。今からですね、門司港駅に車を止めて、今日はどうしようかな、何も計画立てないんですけど、ちょっとこっちに寄ります。船で下関に渡っちゃおうかなとか考えてます。ひろゆき Z です。僕はですね、レトロという言葉あまり好きじゃないんですけどね、門司港レトロ地区にまもなく入っていきます。なんかこうレトロっていうのはその人工的に作るものじゃなくて、なんかそのままの形残ってレトロならいいんですけどね、なんか そういう人工的なレトロっていうのがすごく多い感じがします。人間は本物と偽物の狭間にいる、ひろゆき Z です。どうせ人間をやるなら本物になりたいですね、そう思ってる今日この頃です。こちらはですね、北九州レトロライン、レトロラインかな、北九州銀行がやってるトロッコ列車の今交差点を渡りました。まもなくしてですね、門司港駅になります。目の前にはですね、関門海峡があります。今日はですね、特に何も考えてなかったんですけど、まあ車を走らせてですね、天気もいいということで、まあ海が見たいなと思いまして、門司港に来ました。今この、交差点を曲がりましたら、もうこちらが門司港駅です。でこちらの駐車場に停めようかな。60分200円か、高えな。ですね、ちょっと待ってくださいね、どっかもっといいところに停めようかな。ちょっとロータリーを回りました。ここじゃなくてね、もっといい駐車場に停めたいな、どうせ停めるなら。まあ、車で今日はこうブラブラしてもいいですね。はい、左手にはですね、門司港駅です。ちょっと固定カメラのためにちょっとお見せすることはできないんですけど、左手に門司港駅があります。ですね、市営駐車場が確か海沿いにあったので、そちらに停めようかな。こちらを左折します。あ、海が見えてまいりました。いいですね。左手が門司港駅です。ですね、なんか海沿いに駐車場があったような気がするんだけどな。左手には列車が、電流線の方に止まっています。左手にはですね、ちょっと811系の電車が止まってます。ちょっと画面に映らないんですけどね。そしてですね、こちら駐車場がありますので、そちらに停めたいと思います。こちらの駐車場あんまり停めたことないんですよね、実は。だからどこにどうあるかはあんまりよくわかんないんで、こっちを右に行ったら駐車場あんのかな。
ちょっと門司港のなんか街並みをこう、ま、なんというんですかね、車から楽しんでもらえればと思います。ここにはないのかな、月決めの駐車場ですね。でこっちは今船着き場、船乗り場ですね。ここはああいうなんか人力車もありまして、ここロータリーこう回ります。あの巌流島行きフェリーですね。あの、過去に撮りましたけど、ちょっと波でもうびしょ濡れになったという散々でしたけどね。今年のいつだったかな、1月ぐらいだったかも。で、駐車場をちょっと探してですね進みます。あれこんなにここ駐車場なのかな、こっちが。あ、今日は行けねえの、行けるのか、駐車場ですね。24時間3時間まで200円。あ、600円近く取られるの。ちょっと待ってよ、ちょっとですね、